さあ始まりました赤ペン滝川の映画添削。どうも皆さんこんにちは。私映画コメンテーターの赤ペン滝川でございます。僕ねいつも以上に気合が入っておりますよ。それはなぜかというと今回紹介したい作品が極上のエンタメでありながら第1級のクライムサスペンスムービーに仕上がってる。ぜひたくさんの人に見てほしいこちらの作品でございます。そう相棒劇場版4でございます。僕ね先に見させてもらいましたけど僕の感想をまず言わせてください。最高でしたね。もうすげえ面白かったですよ。なんていうか面白いだけじゃなくて歴史の重み感じましたね。まあ相棒シリーズといえば2000年に放送開始されシーズン15まで常に高視聴率を取り続けたモンスタードラマですよ。なんていうかね17年間の信頼と実績それ感じましたね。そして今回はですね監督がシーズン2からの橋本はじめ監督、そして脚本がシーズン8からの太田愛さんと相棒の魅力を知り尽くした鉄板の布陣でお送りするのが今回の作品でございます。あのやっぱりねものすごい完成度だったんですよ。もう少し簡単に言うとずっと楽しい。あのね始まってから終わるまでもうずっと楽しいんですよ。相棒ファンのみならず確実に初めて相棒を見る人でも絶対に楽しめる作品に仕上がっております。じゃあ一体このね相棒劇場版4一体どんなお話なのかネタバレにならないように簡単に説明するとね、まず7年前に起きた少女誘拐事件があるわけでね、この事件っていうのは犯人の要求を日本政府が無視したことによってこの少女が未だ行方不明なんですよ。でね、この実行犯とされてるのが国際犯罪組織バーズ、そしてそのバーズのリーダーがレイブンという謎の男なんですね。このレイブンという男はもう誰も顔が分かんないもう謎な男なんですよ。そんなレイブンを長年追い続けてきた国連犯罪情報事務局の元理事が来日したよってところから物語は始まるわけなんですよ。なぜ来日したか、レイブンがどうやら日本にいるらしいんですよ。なぜそう思ったかというと私の部下が思いっきり襲われました、じゃあ間違いないねっつってね、しかもその犯人はこの首に大きな羽のタトゥーがあることが分かった、大ヒントなわけですよ。よし捕まえるなら今がチャンスだと、よしレイブン探そう、そう思った矢先犯行グループから脅迫動画が届いたんです。そしてその動画を見てみたら7年前に誘拐された少女の現在の姿が映し出されたんですよ。どういうことっつってね、ちょっと待ってバーズは誘拐して育てたのとか、もしくはそのバーズの仲間になっちゃったんじゃないの、もう現場はパニックになるわけですよ。しかもね犯人は要求してきた身代金約9億円、そしてこんなメッセージを残してきたんですよ。もしこの要求が通らなかった場合日本人の誇りが大勢の目の前で砕け散るだろうと。意味深だな、もう具体的なこと何一つ教えてくれないけどなんか漠然と怖えなっつって、でもこの動画を見た日本政府はいや我々はテロには屈しません、つまり身代金は払わないって言い出したんですね。それマジかよっつって、じゃあ彼女は7年前同様にまた日本政府に見捨てられてしまうのか、それはさすがにねえだろ。そういうわけでこうなったらもう現場の人間でやるしかない、そこで相棒オールスターズが集結して事件解決に挑むんですよ。でもねやることいっぱいありますよ。まず少女を救い出す、そして無差別テロを阻止、あと犯人を逮捕、やることいっぱいある。そして普通の映画だったらこれで終わりなんだけれども、そこは相棒ですから事態は2点3点予測不能のストーリーに仕上がっております。さあ果たして事件の裏側に隠された犯人の真の目的は何なのか、そしてその犯人の目的を知った右京さんは一体何を守ろうとしたのか、非常にタイムリーなテーマをダイナミックに描いた見事なエンタメ作品に仕上がっております。もう一回僕の感想言いましょう。最高です。僕が感じたこの興奮を皆さんもぜひ劇場で体感してください。相棒劇場版4 2月11日全国ロードショーでございます。以上赤ペン滝川の映画添削でございました。始まりは7年前の誘拐事件。1リットルの液体が気化すると50万人分の致死量となります。レイブンの標的は50万人の日本人たち、直ちに現場の捜査員全員に伝えてください。こんな風に自分の命を粗末にしてはいけない。最後の時まで生きてください。右京さん、相棒劇場版4